どうも、奈良ちゃんです。まず、皆さん、長らくお待たせして申し訳ありませんでした。のね、言い訳させてください。言い訳っていうか、まあ、6月の1日かな。夜中に熱が40度超えちゃって、もうやべえと思って、もう死ぬっていうレベルっていうかもう、で、まあ、救急搬送されて、まあ、病院行ったら、まあ、尿路感染かなっていうことだったんで、あ、その場で点滴してもらって、まあ熱が8度台まで下がったのかな。で、なんか体もね、軽かったんで、本当は入院した方がいいって言われたんですけど、いや、嫌だっつって、帰らせてくださいっつって、抗生物質を処方されて、まあ家に帰ってきて、その後も家で安静した結果、体調は万全です。で、その病院行った時に、まあ今ね、世の中コロナって言ってるじゃないですか。で、熱もあるっていうことで、一応ね、その検査されたんですよ。もうあれ、痛い。すごい長い綿棒をさ、インフルの検査みたいな感じで、すごい奥まで入れられて、インフルの検査より。もうそれで10秒耐えてくださいって言われて。何や、この拷問とか思いながら。で、まあね、全然ね、検査結果は陰性だったんですけど、だろうなと。全然出かけてないのに。こんなんでコロナになったら俺もう神様恨むで、みたいな。で、まあ、陰性で、まあ、その後は家で安静してました。で、まあ、その間もね、コメントとかをいろいろ読んでて、感動したり、考えさせられたり、感じでした。でね、体調も戻ったんで、今日からまた動画投稿再開していくので、よろしくお願いします。でね、いつの間にかチャンネル登録者数もあと、ちょっとで1000人いきそうな感じなんで、これからも、なるちゃんよろしくお願いします。で、今回は何をしていくかなんですけど、まあね、結構皆さんのことを待たせてしまったので、で、要望も多かったんで、第2回、奈良ちゃんの質問コーナー。今回もね、結構いろんな質問をいただいて、本当にありがとうございます。行ってみよう。一つ目、納豆は好きですか？納豆か。納豆は、まあ、健常者の頃は、まあ、全然食べてましたね。嫌いではないです。あ、でも、粒々の納豆はそんな好きじゃないです。粒々って、細かいやつは好きじゃないかな、あんまり。納豆巻きに入ってるような納豆。でも、なんか、怪我してから、そんな食べてないな、納豆は。でも、嫌いじゃない。二つ目、惣菜パンのおすすめは何ですか？はい、食べ物から攻めていきます。惣菜パンのおすすめは、惣菜パンっていうか、まあ、売ってるパンで好きなのは、ランチパックのハムマヨネーズは好きですね。で、うまい。で、みんな好きでしょ、あれ。ハムマヨネーズ系。で、三つ目、膀胱炉にしてから、私は夜間はレッグパック。日中は奈良さんと同じパックを使っていますが、尿の匂いが気になるんですけど、奈良さんは気にならないですか？匂いか。膀胱炉にした後、してから2、3ヶ月もうちょっとかなは、ちょっと匂い気になりましたね。臭っと思って。なんか結構、ちょっと1メートル以上離れてもなんか、ふーんって匂いつくるみたいな。でも今は全然気にならないですね。慣れちゃったのかな？いや、慣れたとかじゃないな。全然気にならないです。まあ、どうしても匂いが気になるなら、ファブリーズしましょう。ファブリーズをいっぱいかけときましょう。四つ目、私は占い師ですが、もし占ってもらえるとしたら、奈良さんは何を占ってほしいですか？なんだろう。まあでも何個かあるけど、強いてあげるなら、将来結婚できてるか。なんか結婚して、最初はやっぱ、新婚とか、なんか、ラブラブするじゃないですか。おいちょ、もうそんなん嫌だ。もうずっと、おじいちゃんおばあちゃんになる前ラブラブでいたい。ラブラブっていうか、すごい仲良しでいたいですね。今何個言ったっけ？五つ目、頸髄損傷の方の YouTube を見てると、C4 とか C6 とか書いてあるんですけど、これは何ですか？これは、頸髄って C1 番から C8 まであるのかな？わかんない。ちゃんと調べてないからわかんないですけど、多分なんか部位があって、で、そこの
どこを損傷したかによって障害の度合いが変わってくるんですね。で、僕は C6 番なんですけど、数字が小さくなるにつれて比較的重い傾向がありますね。電動車椅子乗ってたりとか。でもね、この頸髄損傷とか脊髄損傷ってすごい広いんですよ。なんかその C1 から C8 まであったとしても、でその C4 の中でまた B1、B2 とかなんかね、カテゴリーが出てくるんですよ。もう覚えられん。理学療法士さんすげえ。6つ目。アニメが好きで見ていますが、好きなアニメはありますか？私は個人的には黒子のバスケが面白くてハマってしまいました。あー、黒子ね。黒子ね、とか言って。黒子は、自分がちょうど高校生の時に、連載されてて結構流行ってたんですよ。なんか友達が持ってきたりして回し読みとかしてて、まあアニメも結構見たかな、黒子は。僕はその健常者の頃ってあんまりアニメとか見なかったんですよ。ドラゴンボールぐらいかな。でも怪我してから入院中暇じゃないですか。でなんかまず YouTube 見てたらワンピースの名言集みたいなあって、それを見始めたらもうワンピースにハマっちゃって、もうなんていいアニメなんだと思って、まあワンピースは好きですね。めっちゃ好きです。で最近ハマってってたのは進撃の巨人ですね。マジでおもろい。なんで今まで見なかったんだろうみたいな。進撃の巨人は今年の秋にファイナルシーズンが始まるんで、すごい楽しみにしていますし、あとはなんだろうな、まあ今流行りの鬼滅の刃を見ましたし、好きなアニメあと何見たかな。あとジョジョも見ました。ネットフリックスジョジョも見た。あ、スラムダンクも全部見ました。スラムダンクをもうね、右手は添えるだけ。諦めたらそこで試合は終了だ。あとはメジャーも見てましたね。あとなんだっけ、見たんだよな。永遠の消防隊はちょっと見てます今。結構見てんなアニメ。まあこんぐらいですかね。まあでも一番のおすすめはワンピースと進撃。もうこの二つはもうね、トップオブザトップ。ね、ラストの質問はこれで締めます。将来の夢は何ですか？夢。まあ、なんだろうな。僕って、もともと保育士を目指してた時があって、子供が好きなんですよ。だから子供のために何か一回変わりたいですね、一回は。だから最初絵を描き始めた時も、なんか絵本みたいなのを作りたいと思ったんですよ。絵本はすごいなんか、難しいなって思いましたね。でも、いつか絵本作りたいです。でも大きな夢は、幸せな家庭を築きたい。まあ、子供は欲しいですけど、もう僕はね、障害がある体なので、もしね、結婚した時に簡単に決断できることではないんで、まあ、でも、なんだろうな、家庭を持ちたいです。今の夢はそれぐらいかな。でもね、今回、質問コーナー、こんな感じで終わりますけれども、まあ、ね、これからね、ちょっと面白い企画も考えてるんで、まあね、これからもよろしくお願いします。で、まあ、なるちゃん。復帰おめでとう。お帰りって思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画で、See you!